はい、おはようございます。脱サラフットボーラーの柳田です。今日はね、ちょっとこう見てもらうと分かると思うんですけど、もうめっちゃ田舎の竹雄になんと最新技術が来たんで、ちょっと紹介したいなと思います。その最新技術っていうのが宅配サービス、食事の宅配サービスなんですけど、ついにフードパンダなんと竹雄に来たみたいなんで、まあ、ちょっと今日それ注文して朝食いただこうかなと思います。はい、ということでちょっと実際にスマホのアプリ使いながらちょっとオーダーしていきたいなと思います。多分横からこの辺にバーって出てくると思うんで、ちょっと見ながらやっていきましょう。なんかこのカテゴリーごとに分かれてたりとか、なんかアジアン、ビバレッジ、カンボディアン、デザートとかこの色あって、でなんか朝とかだとこうやってなんかモーニングブースターみたいなんで、なんかカフェとかがよく出てきますね。なんかほんといろいろありますね。まあ、ただ竹をこれできたのが1週間ぐらい前だと思うんですよね。なんかちょっと前にこのアプリ開いたら、まだ全然アウトオブサービスみたいな感じで、もう少しお待ちくださいみたいなの出てたんですけど、昨日夜開いたら開いてたんで、じゃあせっかくだったらちょっと朝ごはん頼もうかなみたいな感じなんですけど、まあカンボジアンで何がいいかな。なんか美味しそうなのあったらいいんだけどな。ライスヌードル、こうやってなんか分かれてるのいいですね。うまそうだな。で入れたらカート見て、でこれ頼むんかな。リビューペイメント&アドレス、これなんかもう15分から25分で来ますよみたいな感じっぽいですね。すごいな、竹雄にまさかこんな最先端のやつが来るとは思ってなかったですね。はい、ということでちょっとまた来たら動画撮っていきたいと思います。おくん。うん、オッケー。うん、オープンじゃない。おー、フーパンダ。おお。うん、オープンじゃん、オープンじゃん。オくん。おくんちゃん、いや届きましたね。まあ、ちょっと一回道を間違えるというハプニングがありましたが、ピントが合わない。
まあいいや、ちょっとじゃあ食べていきたいなと思います。じゃあ早速食べていきたいと思います。すげえプラスチック使ってんなまあいいや、めっちゃ温かい、作りたて。しゃ、じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。スープからね。あーいいね、朝からなんか出かけずに飯を食えるっていいね。うんうん、うまい。うん、肉もね、めっちゃ入ってるの、でげえな。いや、ほんとね、プノンペンに住んでる人たちから、こういうデリバリーサービス、めっちゃ便利だよって言われてて、一回だけプノンペンで、試合で行った時なんですけど、日本食どうしても食いてえっつって、頼んだことあったんですけど、ほんとその1回だけで。で、まさかこのタケオにも、こんな田舎のタケオにも、フードパンダ来ると思ってなかったんで、ちょっと今、テンション上がってますね。で、あと、これアプリ使って、なんか、店探すみたいな、結構面白いんですよね。あ、この店行ったことないな、みたいなところとかも、アプリに出てくるんで、その店見つけて面白そうだったら、ちょっと1回覗いてみるみたいな。そんな使い方もできるんで、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっと途中なんですけど、動画このぐらいにして終わりにしたいと思います。はい、今週末にはもう試合なんで、飯食って頑張ってやっていきたいと思います。それではまた。